こんにちは。私は新種の哺乳類、笹山ミロスかわいいです。平成19年、宮田にある笹山層群という約1億1000万年前の地層から私の下顎の骨が発見されて復元されました。さて、笹山市で活動している化石発掘市民ボランティアの活動をご存知でしょうか。活動の場所は6年前に旧錦公民館に開設された太古の生き物市民研究所です。ここでは笹山層群から恐竜の化石などを発見するためボランティアを募集、石割りやクリーニング作業を行ってもらっています。石を割り化石を探しています。この人は石から化石を取り出すクリーニング作業を行っていますね。ボランティアのきっかけを聞いてみましょう。近くの宮田で化石が発見されたことです。よし、俺もと早6年目。発見にロマンを感じます。丹波並木道中央公園で化石発掘石割り体験があり、子どもたちが参加しました。真剣に石を割っていますね。ボランティアの人に何かを調べてもらっていますよ。カエルの化石を発見し、大変嬉しそうですね。これはトカゲの化石です。発見された化石は人と自然の博物館で研究に使用してくれます。ボランティアの人はこれまでに約2000個もの化石を発見してくれました。4月には丹波並木道中央公園に太古の生き物館市民研究所が完成します。皆さん参加してください。